ームラボに。チームラボ。チームラボ来ました。すごい、ね、すごい綺麗ですね。映ってますかね。映ってる映ってる。めちゃめちゃ綺麗。すごい綺麗ですね。うわー、蝶が舞ってるよ。幻想的な世界なんですけど。すごい綺麗ですよ。すごい。めちゃくちゃ。ね。なんかこの音も癒されますよね。音ね。なんか別世界に来たみたいな音。ね。うん、綺麗。有名なスポットだね。そうなの。そう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 。綺麗。綺麗だね。綺麗、めちゃめちゃ綺麗。どうですか。すごい綺麗です。すごいね。綺麗の一言。どういう言葉なの。すごい。マイナスイオンが流れてる気がします。マイナスイオンね、そう、滝みたいな感じだからじゃない、バックが。そうなんだ。うん、すごいよね。なんかマイナスイオンな感じがする。うん、滝だよ、滝。すごい、めちゃめちゃ綺麗。うん、足元まで流れてく感じ。すごい、すごい、神様みたいになってる。写真、今動画で撮ってる。すごい、すごい綺麗だね。うん、うん、本当涼しい。涼しいね、この中。空気感が全く違う外と。今すごい暑いんだけれども、うん、ここ来た瞬間に一気に温暖化からクールダウン、うん、そうだね。今後ろひまわりになってる。すごい綺麗。はい、見えます。ひまわり。コラボします。コラボ。わあ、めちゃくちゃいい。これすごい綺麗。コラボしました。コラボ。鏡に映ってみる。ちょっと、もうちょっとこっち鏡、うん、そう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 、すごい、2人がいる。2人いる感じ。鏡にちょっと手をパンってやってみる。そうそうそう、すごいよ。2人のシムターさんがいる。イエス・フォーリン・ラブみたいになってすごい、ひまわり綺麗だわ。幻想的だね。すごい綺麗。これも8月で見れなくなっちゃうんだね。いや、そうだよね、8月に。寂しい。チームラボなくなっちゃう、お台場はね、うん、よかったよかった、最後に見れて。豊洲にあるんだよね。豊洲にはある。豊洲はまだやってるらしいけど、お台場は終わり。そう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 、見れてよかった。だからよかったら、うん、今年のね、8月まで。そうそう、おー、すごいね。あ、見てください、蜂蜜工場ですね。蜂蜜工場？
おお。ドンキーコングの、うんうんうん、ファミコン、スーパーファミコンのドンキーコングの、うんうん、ハチミツ工場。ハチミツ工場。すごい。まあね、多分実際やられた方は分かると思うので。うんうん。PV みたいなやつあった。これ何これ。わ、これすご。わ、ここすご。すごいよね。だ、目がなんかチャカチャカする。やべえやべえ、怖い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 。え？え？怖い怖い。え、ここめっちゃ怖い。やだ。大丈夫大丈夫。怖いんだけど。PV レアカード出てましたかみたいな。じゃあ何か下見てみて、下怖っ。うわすごい、虹色みたいになってるよ。レアカード、昔のレアカード、昔のレアカード、すごい。90年代のレアカード、90年代のレアカード。踊りながら運動エリアにね、ね、運動エリア、まあ運動エリアに来てますね。運動エリア、ちょっと足元がね、足元がね、結構見ないと危ないんです。怖い、下になんかいろいろ結構トカゲ踏んでるんだよ。トカゲとカエビとか踏んでるね。踏んでるんだよ。すごい、ちょっと歩いて行ってみようか。クジラ、あ、本当だ。クジラのとこ行ってみる。クジラ、クジラのとこ、怖え。クジラだ、クジラだ、クジラだ。クジラ怖えよ。クジラ怖え。風船ゾーンに来たよ。風船なの？風船っぽくない？バルーン。割る人いるでしょ。割れるのかな。わ、下なんか柔らかい。柔らかみ、柔らかみが、私の腹じゃん。湧いて、優しく触れてた。蹴ってる人いるけど。ダメだよ、ダメだよ。蹴ってるよ。すごい、なんか卵だらけの中来た。優しくしなきゃダメよ。すごい、ピンク卵。すごい、卵ゾーンだよ。卵ゾーン、卵ゾーン。お、やる？ん？ 卵。ん？すごい。すごいね。なんかこれ、色を自分で塗るコーナーだね。シムターさんは何にするんですか？僕はこれを塗りたいと思います。ヘビね、ちょっと見づらいけど、ヘビを、ヘビ年、ヘビ年じゃない、タツ年だった、タツ年だった。こうやってみんなでね、描いてる、ちょっと参加してみましょうか。ちょうどここ空いてるから、これ描こうか。はい、出ました。僕はヘビを選んで、最終的には、
色塗りました。こういう感じでね、はい、強そうだね。強そうな感じで、うん、この僕の幼稚な性格をすごく表した作品だと思います。かわいいね。でも色味がね、ちょっとピンクで、ね、うん、周り水色と青で、かわいい、中ピンクって感じ。そうそう、ちょっとレアっぽいくないですか。そう、表情がね、まだね、かわいい、個性的で、とてもありがとうございます。素敵です。はい、お絵描き、久しぶりにクレヨンでお絵描きを。でも、うん、そんな感じでね。おまみさんの作品も、おまみはこういう感じでカエルでね、描いてみます。うまいよね、これ。可愛い系で、全然全然、意外となんか目が恐竜っぽくて怖いよねって感じで、ちょっとティラノ感出してみて。ティラノ感、自分の好きな恐竜の感じをね。ちょっと色味似てるよね。似てるね。ピンクとね、水色でね、合わせたまたまあったんだけど。あ、そうか、合わせたわけじゃないんだけど、見た感じでって感じで、って感じで、いい感じで描けました。はい、ありがとうございます。みんなが描いた絵がいっぱい泳いで、はい、どうして、無料が大好きな、無料が大好きな。すごいね、手書きの絵がいっぱい多い。すごい上手、みんな、ね、ね、知らないけど、年齢誰が描いてるか分かりませんけどとりあえずうまいですね。ね、個性がね、個性があって、個性豊かな感じで。タツノオトシゴとかもいるんだね。なぜかね、日本とブラジルっていうの。本当だ、面白い魚がいるね。スライムいますね。スライムいる、公園にスライムいますね。本当だ、面白いね。こんなコーナーがあるんだ。はい、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。綺麗ですよね、うん、なんか入場、これあれですよね、チームラボの中でも、うん、ちょっと目玉みたいなですよね感じかな。なんか時間制限ありそうですね。そうそうそう、ね、ここ今オレンジなんですけど、さっき紫とかだって、うん、結構なんか僕紫の方が好きですよ。あ幻想的だね。ちょっと今オレンジなんですけど、うん、ちょっとね、もし見れたら今の時間紫見れたらいいんですけどね、うん、あ、紫来ましたね。あ、紫な、ところどころ。わあ、残念、紫に変わったところで。でもすごい綺麗。すごい。なんか初めて見る花の感じでは、これ。そうだ。引き出してみるか。ん？すごいね、綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。